ネットフリックスでやってるクイーンズギャンビットって面白いですか？あ、面白いですよ。見たくなるプレゼンをしてください。ですね、あのチェスのじゃあドラマを撮ってくださいって言われますと。でチェスのドラマなんですけど、見る人はチェス分かりません。そのまあ、ある程度なんかそのポーンっていうのはまっすぐしか進めなくて、なんかクイーンはこうなんか横とかいけるのかなみたいな、なんとなくそのなんか駒の動き方ふわっと知ってるけど、そのなんかキャッスルに入るみたいなのって何それみたいなレベルの人でも分かるようにするには、どういうドラマ仕立てでどういう絵を撮ればいいかっていうので、そのこういう盤面でこう考えて打ってるみたいなところは難しすぎるので、そこは表現してはいけませんと。なのでうまくいっている、勝ってる、負けてるっていうのは盤面ではなく表情で説明するしかないんですよ。で、あの下手なドラマをやる人は解説とか実況とかつけたがるんですよ。あの少年ジャンプの野球漫画とかがそれで、そのボールを投げてる最中に、ボールがピッチャーが投げてる最中でキャッチャーが球を取る前に実況の人とか周りの人がすごい喋ってるじゃないですか。で、そのなんか5人ぐらいがすごいセリフを言った後にそのボールがミットに入るみたいになるんですけど、いやいやそんな長くないっしょみたいなっていうのがあって、実際問題リアリティを追求すると喋るやつとかってありえないんですよ。なのでその表情だけで語らなきゃいけないっていうのがあって、でそこの主演の女優が表情だけで語るのがめちゃくちゃうまいんですよ。そのあ、この子はうまいなっていうのが多分見ればわかると思います。その若い頃のそんなに実力がない頃とか、あとまあアル中なんですけど、すげえ自信満々の時とか自信のない時とかをその表情だけで表現するんですよね。そのうわ自信ないっすとかって言っちゃったらもうアウトなんでっていうところが、あの割とそのどうやってそのチェスを面白く見せるかっていうと、その女優の表情にかけたっていう、そこの部分が割と面白かったです。はい。